です。本当にそういうのはね、私はね、緩いんで、あ、どっちでもいいよ、本当に、みんな、レベル高いから、置くの大丈夫？あ、順番にある、あ、じゃあ順番にやります、はい、今日どこ行ったの、練習、足が遅すぎて、あ、部活行ったの、Thank you.
なめちゃくちゃうまいっすね。今日レベル高い、うん、めちゃくちゃうまい、うん、こんなもんだと思う。でも本当ですか、うん、あ、好きですか、ストローク。結構やってない？ヨシチョウとかでもやってない？あ、いや、やってない。あ、やってない？あ、ほんと？ヤシを。ヤシだけでやってる。やってますね。あ、じゃあまだやってないかな。ヨシチョウだけでやってるストローク会みたいなのやってる男の人たちがいて。あ、マジで？うちの旦那さんとかが、なんか週1回とか、まあやってる時あったら、あの月に1、2回とかやってて、もう打ち手ばっかりでバテるとかっつって男だけで。これずっとこんな感じじゃないですか。そう、ずっとこんな感じで。いや、一緒やってるから、うちも。で、ストロークやって、友達も、この後さらに友達もやって、ゲームもやるけど、やらない日もあるみたいな。ここはもう基礎練中心。ここは基礎練中心。あ、でも、基礎練習もやりなさい。なんかやりたい人に取ったらね。うん。だからゲームがなんかなかなか、ゲームだけとはなんかなかなか、なんか去年とか割と、動きの中で練習していこうって言ったけど、ちょっとレベル下がったら、なかなかね、はい、成り立たない。なんかスクールの勧誘とかは全然していいよ。いや、全然、あ、それのノルマとかあるんだったら全然みんな行かないと思うけど、やっぱりなっていう。あ、コーチなの？はい、あ、コーチなんだね。彼がインカレ？ピンクの子が、今高校生でインターハイ出たばっかり。でもちょっと勝ってないからイライラしてる、まだも現役の高校生。ダメかな。Yes.